皆さんこんばんは。こんばんは。IWCI Day 2の模様をお送りしております。さあ、先ほどの第4試合目 HR が勝ちましたね。これで混沌としてきましたね。そして次の試合は今首位に立っている無敗の BKT VS 先ほど素晴らしい試合を見せてくれたブラジル、はい、まあ、本領発揮してきたブラジルとの試合、うん、INTZ の試合ですね。ここ楽しみですね。この今のところこの2チームが上位1位2位を独占しそうな感じがしますから、これでもし BKT がブラジルに対して勝ったとしたらですよ、またさらに混沌とリーグはするわけですがああそしてあのちょっと裏でね、あのなんていうんですか、日本がこの予選リーグをですね、抜けれる可能性があるのかっていう、まあ、計算をちょっとねやっていまして、まだ可能性がありますが一戦も落とせないということが発覚いたしました。そうですね、まあ、かなり、まあ、プレッシャーは厳しいでしょうが、なんとかして残り3戦全勝してもらいたいですね、はい、そのためには今日の最後に最後じゃないですか、7戦目だかなんだかに行われる KLG との試合、ラテンアメリカ代表との試合はなんとしてでも勝ってもらいたいですね。一応ありますからね一応まだあるということだね、期待しましょう。さあ、そしてブラジル代表 VS 東南アジア、ITZ VS BKT。 さあ、 BKT はただ今波には乗っていますが、少し情報によると精神面的に弱いチームだという。そうなんですよね、まあ、これだけ今までのプレー見てからかなり質が高いチームですよね、はい、ですが決勝戦初戦で負けてしまったことによって、その負けの内容もかなり競っていたんですよね、はい、試合が時間が40分から45分まで伸びるような試合 で負けてしまって、2戦目3戦目はガタガタガタっと崩れているような、まあ、チームでしたからね。そのあたりも今後の影響どうなるのかというところですけど、うん、さあ ITZ VS BKT の、ゲームバンバンとピック始まりました。ウディールバンですねやはりやはり対してグラガスですね、まあ、自身、BKT 自身もグラガスを何度もピックしてるんですが、まあ、それはサポートとしてですが、はい、自ら封じた形になりますね。そしてああヌヌ、やはりヌヌ、ここまでで今日の試合は全てヌヌが現れてますか。いや、BJK VS INTZ ではヌヌは何もバンもピックもされてないですか。さあ、問題はリーシンですね。先ほどの ITZ のリーシン、はい、あとルブランク、この2チャンピオンどうしますかね。あ、ノーチラス、シンのファーストピックは ITZ とまずはない、まずないと思うんですよね。ですからリシンを開けて取るということも考えられますが、それをするのであれば、セジョアニというのはちょっとバーンしなき、ただヘカリムが空いてますよ、まだシバヘカリムはバーンしなければならないような気がしますからね。さあ、ラストバーン悩んでますね、ヘカリム、ね、ただ嫌っているのは BKT、 結構ジャンナを嫌うというかサポートを嫌うんですよね。そうですね、グラバス、あ、ノーチラスもそうですし、モルガナもバーンしてましたしね、ジャンナもバーンしてました。モルガナ、モルガナバーン、まあファーストピック早いそれは取りますよと言わんばかりにヘカリム取りました。ただこれでセジュアニも取れますか、スレッシュですか。スレッシュセジュアニですかね。それ以外だとちょっと対応するのが難しい感じがするんですよね。セジュアニであれば、まあ、ヘカリムが自身のチームに向かってウルトを使って向かってきた、入れ替わるような形で敵の後方にウルトを打つことでセジュアニ、あ、ヘカリムを孤立させることが一応できますよね、集団戦のところで。ですから対策はセジュアニでできるとは思うのですが、どうしますかね。ああ、セジャーに取りますね。取れますか。特に欲しいものはないよという感じなんでしょうかね。セジャー、あのスレッシュを、お、おお。ただ、ああ、ITZ まだそのジャングルを見せてないですから、ここでセジャーにを取らないと渡してしまいます。ただスレッシュですか。スレッシュなんですよね。
TZ のサポートの方は先ほどノーチアス、あ、でもスキルショットの精度の高さ見ててましたからね。それを踏まえてスレッシュを取り上げたと。リーシン来ますね。来ますね。まあ見せてますね。どうしますか。TZ ここまで、サポートのプレイヤーは懸念とノーチアス、さらにはスレッシュも一応ピックしてますね。懸念ありえそうですね。おありえそうですね。おっとここでまたちょっとスタイルを変えてきますね。いろんなことはできるんだよっていうことでしょうかね。だと思いますね。エリス、いやリシンですか。おリシンとルシアン先ほどお見たいですが、見たいですが、いろいろ見たかったですが、ここはレクサイとルシアン。ここでまあレクサイ、まあ、序盤のガンクというのは一つ強力ではありますが、エンチャントの選択も一つ興味深いところではありますね。スノーボールしたらウォーリアに行くと思うんですが、そうでなかった場合シンダーハークに行くのかウォーリアに行くのか。そしてグレイブス、あ、ITZ のアーリーゲームに対抗するために連の強いチャンピオンをピックしてますね。さあ連で非常に強いチャンピオンのグレイブス、問題は安を出してますが、まあトラ一応セジワニのウルトからの安尾の打ち上げでというのはありますが見たいですね。見たいですね。セジワニのウルト中に無双するマスターイはちょっと見たい見たいですね。見たいですね。魔王界ですか。そうですね、魔王界にしましたね。さあ魔王界ですね。さあこれで ITZ 側残る2チャンピオン、魔王界は1つ見えましたが、ミッドレーナーは隠しているのは BKT。 一方 ITZ はミッドレーンとサポートですね。どうしますか。かなりルシアンもあまりピールを必要としないエリーキャリーですし、レクサイもヘカリも敵の突っ込んでいくチャンピオンですから、それに合わせてレオナというのはなるほどうなずける選択ではありますが、ミッドレーナーとしてはやはりアーリルブランクというのが一つ可能性としては考えられますね。おアリスターですか。だいぶというのも一つ見せてきましたね。あ、そしてルブラン来ますね。来ますね。先ほどもピックしてますから、これでカサリン来たら面白いですけどね。 BKT 面白いですが、序中盤強いトップレーナーとボットレーナーですから BKT バランスはいいですよ。はい、ただ今までカサリンが一度もピックされてないんですよね。BKT がここでピックできるのかというのは一つ気になるところでありますね。もちろん長くプレイしているプレイヤーではありますから、カサリンをピックした回数何度もあるでしょうから。ただ随分と変わりましたからね、ウルトの距離感であったり。さあラストピック、考えられるとしたらカサリン、アーリー、チョガス、アーゴット、チョガスです。チョガス、ああ来ますねチョガス。はい。まあ硬いフロントラインがこれで3体いて、なおかつバーストのあるグレイブス、でこと考えると悪くはないのかなという感じはしますが。ただ気になるのがやはりこの ITZ ブラジル代表の、まあレバルさんおっしゃった通りジャングラーの方が一つ。キーになるとおっしゃってたじゃないですか。で先ほどのゲームはまあリーシンでゲームを壊したというか、まあメイクしたわけですよ。今回レクサイじゃないですか。リーシンよりも若干できることは序盤特に狭まるチャンピオンというところで、どういってこうゲームを動かしていくんですかね。あ、もちろんガンクは狙うと思いますね。イグナイト、ミッドレーナー、トップレーナー、あ、そしてサポーターが持っているといったところで全レーンガンクの成功率が高くなっていると思います。そこで、まあ、レーナーの位置を、あ、まあ、レーニングのところを確認しながらもガンクを狙いつつも、まあ、ソナーやウルトを使ってマップをコントロールしていって、1対1のスプリットプッシュを一つ狙いにするのではないかなという感じがしますね、はいはいはい、中盤のところで。
まあ、そのためにはソロレーナーが強力であることが必須事項ですから、レクサイの眼光を狙う場所としてはトップとミッドのどちらかになるのかなという感じがしますね。さあ一方の BKT は、そうですね、まあ、レーニングのところで戦えるチャンピオンは一応揃えていますが、やはり気になるのがヘカリムとマオカイのマッチアップがあまり良くないというところで、スワップして試合の時間を延ばしつつも、まあ、レートゲームある程度チョガスやセジュアにマオカイの装備が揃った段階、硬くなった段階で仕掛けていくのが狙い目になると思いますね。チョガスのビルドが、まあ、ヨーロッパやアメリカの方ではロッドベージを積まないビルドが流行ってますが、はいはいはい、他の地域ではロッドベージを積んだりするんですよね。そこのところのビルドの変化というのも一つ確認したいところではありますね。確かそう、直に増虐か、まあ、デスキャップ行くっていうビルド、もしくはアビシャルですか、はい、あとはモレノのみコンというのも時々見られますよね。そこを一つ確認したいところではありますね。ロッドベージにしたのであれば、本当レートゲームを一つ狙っているという形になると思います。他のアイテムはこの構成だとアビサルはちょっと合わないですか。まあ選択するとしたらモレノのミコンかゾニアーノになると思うんですが、そしたらまあかなり早い段階から集団戦を狙っているということを考えられると思いますね。じゃあ一つ正月のミッドレーナーのまあアイテムビルドに注目してくださいということですね。さあそろそろあの回路はあったかさがなくなる頃ですかね。そこに置かれてるわけではないと思うんですね。直前に渡されてるんだと思いますけどね、新しいやつを。そうですかね。多分そうだと思うんですけどね。置きっぱではないと思いますが。なるほど。さあ始まりました、アイドル試合 Day2 ですね。第5試合目、ブラジル代表 ITZ VS 東南アジア代表の BKT のゲーム見ていきましょう。さあブルーサイドがブラジル代表 ITZ、 パープルサイドが東南アジア BKT となっておりますね。ここで気になるのは、まあファースレベル1の動きのところでスワップを狙った動きを見せるのかどうかですね。ボットに3人固まってますか。これ入りに行くんじゃないですか。だと思いますね。入っていきました、ね、サトリンケット対応ルシアンであれば壊せる能力は持ってましたが、相手のグロンプスタートを確認するためのワード、まあ、もちろんジャングラーのスタート位置の確認もできますから、ああここでセジュアニの動きを、何ですか何ですか、あ、ダックだ。ミニオンナー、僕初めて見ました生で。あれかなり珍しいですよね。かなり珍しいです。今のは結構レアですよ。皆さんカメラマンいい動きをしてくれましたね。はい、あの開幕にあのウルフとかに行くとレイスがいるんですよね。あ、レイスじゃない、あのリスがいるんですよね。いますね。そういうの細かくあったりするんですけど、あ、僕もちょっと初めて見たかもしれないですね。あれ試合の展開が僕の頭の中で飛んじゃいました。まあ、勝利の女神、はい、そうですね。そしてでルシアンとレオナはゴレムスタートですね。セジャーニがどうやらブルーバフスタートやってますね。はい、そしてグレイブとスレッシュはできてないですね。装備、あ、レベルの差というのはここでボットで生まれると思いますね。さあレベルになりますよ。イグナイトありますよ。さあなった、仕掛けてスタン E のブリンクインから Q、 デフォルトアタック2回、イグナイトはただ使わない。もう一度仕掛けるタイミングを狙おうというような、やはりミッドのそのチョガスアサシンへのカウンターといったところもあって、まあ、ステータスも非常に高いです。サイレンスがありますからね、まあ、イーブンには進めていますが、レクサイが狙っていますね。さあミッドレン W を打った段階でそこを狙ってですかね。まだ待ってます。あ、レベル3になりましたね。はい、
そしてセジオアニがさあもう一度これ同じ形ですね。警戒ただしてますか。ここからチョガスはヘルス回復するんですよね、CS を取ることで。そこはかなりレーナーとしての能力の高さに結びついてるのかなという感じがしますね。トップ向かってますね。トップに入りますがワードはありますね。レベル2をしたために、75字ワードを置けていますから、ここのところ確認できていないんですかね。ちょっともったいない。レクサイがミッドのところガンク狙ってますよ。さあもう一度チェーンはうまく避けましたが、いいのに打ち上げはこれうまく決まったでしょうか。フラッシュで避けたけど、よーし、そして Q を避ける。ハーストブロッド取っていくのはレクサイ。このプレイヤーはリンシンでもレクサイでも関係ないんでしょうかね。関係ないみたいですね。メカニックスの高さを見せつけてくれますし、狙い通りですね。ミッドのところスノーボールしていくというのをしっかりとできてますね。今回はいや大丈夫ですね。まだまだ。おっとフラッシュイン、いやヒールがある。これでタガにフラッシュとヒール落ちた形、はい。さあそしてグレイブスのバーストですが、倒しきれることを確信していたのはルシアン。そしてスレッシュのキルになりましたか。トップレーンでもソロキル発生してます。ヘカリムがイグナイトを使って魔王界を倒しましたね。そして魔王界ちょっとレーディングが辛いという、まあ、最初からフラスコを持ってましたが、ドランドリングを買いました。かなり押し込まれてますね、全体的に。そうですね。あ、間に合って突進が入ったんですね。なるほど。やはりブラジル強いですね。その狙い通りに展開させていってます。そしてなおかつそのトップレーナーがジャングラーの手助けなしにソロで倒した、これは非常に大きいですね。一方 BKD としては倒されたくなかった。この後まだ1対1のスプリットプッシュといった形は始めないと思うんですが、15分もしくは17分あたりから ITZ が始めたときに、このルブランクとヘカリムを対処するのは難しくなりそうですね。さあ1つ、2つ、3つほど ITZ が有利を取りましたか。取りましたね。全連、いや一応ボットレーンのところではキルのこう、いや、ルシアンが1キル持っていて、グレイブスアシストですか。これはちょっと痛い、ね、そうなんですよ。ロングソード2本に対してピッキルですからね。いや、どのところも青バフを取れていますからね。さあそしてまた3つドレインへの圧力、チェインから当然打ち上げ、さあスネア Q を避けている。そしてキルを渡しきる。素晴らしい。このミッドレーンへの粘着がブラジルというべきでんですかね、今日は。いやそうですね、今回はそのジャングラーとミッドレーナーの連携といったところかなり改善してきるなという感じがしますね。まあ、もう一度、もう一度入りますか。いい、打ち上がって、おーなー、すばらしい。ダメージ計算、そしてタワーのダメージのコントロール完璧にこなしていましたね。さあそしてレアの仕掛けでスレッシュ、フレイで弾き飛ばしますが、サフックからグレイブスがフリーになっている。ルシアンそこに追いつく。さあただここから返していくのがスレッシュグレイブスコンビ。スレッシュうまいぞフレイから、ただスタンは決まっている。ただこれあと1回よ、スレッシュ側がキルを持っていく、仕掛けた側ではない。さああとはフックはちょっとミスショットになりましたが、グレイブスフラッシュがあればというシーンですが、ミニオンシャワーが怖い。このスレッシュの方ずっとその今までの試合のところでずっと試合のコントロールというかゲームメイクをしてきた方ですよね。本当それはブラジル相手にも通用している、素晴らしいですね。スローからもう一度フラッシュまで使った。これはチョガス悲しみの3レッド、7分30秒。そして青バフへの、青バフもコントロールしますか。いやまだグレイブスが先によるルシアンが寄れないといったところで無理はしませんね。冷静ですね、かなり冷静ですね。ここもちゃんと W を残してますからね。そして TP を使ってでもこのブルーバフは取ると、ウルトありますよ。さあウルトいった、セジャーニを狙っている、イグナイト、ちょっとの甘えからキルにつながる。見逃す、その個
人技の高さもそうですし、状況の判断能力、味方が寄る動き、連動といったところ、すべてのレベルが非常に高いですね。いや、昨日の IT デッドとは全く違いますね。違いますね。いや、昨日ももちろん中段戦のところで非常にうまいなという動きは見せたんです。ただそれは中段戦だったんですね。中盤以降の動きのところでした。序盤からこれだけ連動して相手に絶えずプレッシャーをかけて、しかも無理をしたプレッシャーではないんですよね。チームでしっかりと連携を取った上でリスクをしっかりとマネージメントした上での動きなんですよね。さあ、タワーを少し受けすぎてしまいましたね。ちょっとレベルが違うなという感じがしますね。やはりなぜ MSI にそのまま出ないのかと僕は思ってしまいますね。通用するチームだと僕は思いますからね。この試合を見る限り、この試合というか今日一連の動きを見る限り、はいはいはい、切符を持ってももうおかしくない、はい、おかしくはないと思いますね。僕はこのチームと例えば TSM やフナティックがどういった戦いをするのかというのは非常に見てみたくはありますね。またですか、フラッシュ使いましたが、ここは TP を使わせたというべきですか。まあ、ここも調子の際はフラッシュで避けていく。捕まらないですね。捕まらないですね。このジャングラーのプレイヤー本当にキーだということが分かりますね。203ですからね。しかもあれだけアグレッシブな動きをしてゼロデッドですからね。ダマダイブもしているわけですからすごいですね。その IT デッド、このジャングラーの選手が一つチームの経験がかなり豊富なプレイヤーということで注目プレイヤーということは情報収集している段階では見つかったんですが、本当にゲームを動かしてますね。僕はこう精神面といったところで重要なプレイヤーなのかなと思ったんですよね。若いプレイヤーはあまり経験がないですから、緊張のコントロール、精神面のコントロールといったところが非常に難しいですから、ただまさかプレー面でこれだけ試合を動かすとは思ってませんでしたね。ちょっとこのルーブランクがただキーなんですね。チェイン当てて、はい、しっかりと当てますね。いくという、はい、そのトルコとの試合でもチェインを外すシーンはあまりなかったです。そう、ただボットレーンではやはりこのスレッシュが作っているゲームメイク。ただいや、レンジが届かない。そしてスレッシュうまくルートで引き打ちをしていきました。素晴らしい。もしスレッシュのサモナースペルの選択がエグゾーストではなくイグナイトだったらという感じもしますね。そうだとしたらちょっと BKT はこの後のここまでのところで多分 2,3 キルより多くボットレーン取れていたと思いますからね。さあ、ライブパワーダメージを続けてもらって、チェイン2回目。ただマオカイは硬いですよ。いやー、ただイグナイト、あ、いや、これは相打ちになるか、微妙なライン。ミニオンでデッドはしなければ大丈夫。デッドしないですね。しないですね。チョガスは追いつきそうにないですね。いやー、チョガスはムーブメントスピード非常に低いチャンピオンですから。そして今のところ、そのルブランクのパッシブがミニオンのシャワーを一つ受けてましたね。パッシブで助かりましたね。さあ、ここで PKT はボットタワーをただ取ることを、成功しました。ボットレーンはかなり優位なんですよね。 BKT CS の面でも 30CS 差キルといったところでも、スレッシュが2キル持ってしまってはいますが1キルで有利取っていますからね。さあ、ただこれで BKT にとってのキープレイヤーであるサポートのスレッシュを使っているスレッシュフリーになりますから、そうですね、ここから試合を動かす可能性はありますが、考えなければならないチャンピオンがルブランクなんですよね。あのルブランクに復興を当ててそこから倒せば一気に試合の展開が変わると思うんです。ただこのプレイヤーがそうそう復興を食らうような真似をするとちょっと思えないですね。しっかりと W とウルトを使った後を狙って復興を打たなければならないですが、超える壁がちょっと多いですね。動き出しているのはスレッシュ。どのようなゲームメイクをしていこうと頭の中で想像しながらマップを動かしていくとしますね。
トップレーンに移動していることがこれで分かっていると思いますね。トップサイド側に消えていったのがミッドのあのワードで見えていて、なおかつ手際に当たらなかったわけですから。ただちょっとチェイン、いやーここも当たって当てる。そしてブリンクインオールイン、タワーダメージ、いやステパッシブでターゲットが変わるんですルブランクは。ただこの間にミッドのハッパーを降りますか。まだグローバルゴールドでは1000ゴールドしか離れてないんですが、ただ問題なのはこのルブランクですよね。かなりスノーボールできてますからね。さあ PKT はオブジェクトでゴールドの優位を取り返しに、狙ってますね。さあ取ったらもう取れます。今ミッドのところでセジワニとスレッシュが演技場を狙ってましたね。ただちょっとこのルブランクをどうするのか、次のドラゴンファイトが一つ鍵になりそうな感じしますね。どちらもトップレーンがテレポートが上がると思いますし、ウルドは全てある。サマナースペルはルシアンがフラッシュがないだけ。あ、魔王界もフラッシュがないですね。ヒールもないですね。はい、まあ、もうちょっとしたらヒールは上がりそうですが、ここの集団戦を BKT 狙うのかどうか。かなりその中盤に寄せたビルドをグレーブスがしてますよね。 IE にラッシュするんではなくてブルタライザーを買うことで中盤のチームファイトでもダメージが出せるようなビルドをしてますね。ただあ、行かないですね。行かないですし、行けないですかね。視界を完全に取られてしまいましたからね。ミッドのファーストタワーを掘った後エンゲージを狙ってちょっと時間をかけましたよね。そこで早々に帰っていればこの視界の取り合いといったところで勝負はできたかもしれないですが、さあだいぶを狙っているような動きですが、これは分かってますね。フレアからウルトをプレイでうまく返して、のフラッシュからフックを決めていく。さあグレーブスいいダメージを出して返していきます。カリムがトップにテレポートしましたね。あのスレッシュの方が毎回レオナの E に反応してプレイを返してるんですけど、あれってすごく本当は難しい、すごく難しいです、ま、すごく難しいプレイですよね。テーピングの環境だから立つというのもあるんですが、ただそれでもその正確性といったものが素晴らしいですよね。ミッドのファーストセカンドターまで行きますか。ただいや後ろからセッションにはウルトありますよ。魔王界の TP もありますよ。さあ挟んでいる、ワードがないですね。挟んでいる、いやー正社にウルトは打てないまま、いや打ったんですがイグナイトダウン。そしてここもチェイン Q は避けているが、いやー取りました。後ろからうまくグレーブスウルトのバーストを出した。ただヘカリムがと歩いて寄ってきた。突進からのウルトフィアきっちり入れている。さあチョガスを狙いに行こうとするルシアンですが Q に絡まったためにこれは諦める。じゃあボックスでフレイから剥がそうとはしましたが、さすがのルブランク、チェインは一度つながれば非常に長いですからね。さあそしてレオナからのスタン、ルシアンがあとは狙って、今魔王界テレポートですか。いや、テレポートキャンセルですか。しかもしましたね。今キャンセルしましたね。しましたね。いやするタイミングはそこではなかったと思うんですよね。レイスにワードは置いてありました。ちょっと判断は間違う。割れますか。ただタワーが置けます。割れますが勝てますか。魔王界勝てないと思います。強いですよ。さあ潜って回復しながら追尾追尾追尾打ち上げて1回、さあうまくスロー、さあ後ろにセジャに待機。いや無理はしない。いやー、ね、今のソナーが見えてましたか。冷静ですね。冷静ですね。ここでワードあるんですよ、レイスのところに。なぜこのタイミングでテレポートしなかったのか、魔王界。あー、本当ですね。ここで魔王界が参加していれば、まだグレイブスが長時間戦えたと思うんですよね。可能性は、いや、集団戦としてはちょっと負けていた可能性はありますが、でも返せたと思うんですよね。ちょっとこの魔王界、で、ここでなぜか、テレポートするんですよね。そうですね、ここでテレポートするわけです、はい、判断がちょっと良くなかったですね。先ほどもそうだったんですが、ルブランクとレクサイがミッドレーンからトップレーンにこう
まあ、ロームする際にしっかりとロームする挙動は見えていてにもかかわらずマオカイが下がりきらなかったところから見るとちょっとマップアウェアネスといったところでマオカイ欠点を抱えているのかもしれないですね。マップなんですか？マップアウェアネスというのはミニマップをしっかりと見る能力ですね。マップアウェアネス、アウェアネス、はい、よくミニマップをしっかり見てないのかもしれないですね、はい、って言っていただけると、はい、すいません、僕としては非常にありがたいかなと思って参考にするときに英語の記事を見るともうそればっかり書いてあるので、あ、なるほど、はい、ではただ分かったんで大丈夫です、はいはい、すいません、今後はミニマップを見る能力としっかりと、その方が皆さんも分かりやすいと思いますからね、はい、すいません、いや僕あえて分かってて聞いたんですよ。いや分かってますよ、もちろん会津、はい、さんであればしっかりと分かってると思いますそこは疑ってませんよ、はい、でここでジャングルの圧力をかけに行ってますよね、ミッドのファクターを折るために、はい、いやここプレイヤーですがランタン反応してましたね、はい、ここで敵のジャングル内に IT と圧力をかけトップのセカンドタワー、ボットのセカンドタワーを狙うような動きをして振り回してますよね。でこの振り回しているのはミッドのファーストタワーを折るためなんですよね。これは布石に過ぎないと思います。ただ布石だとしても相手が隙があればセカンドタワーね折りに行くとは思いますが、ここでピックアップや狙ってますね、狙ってますねものすごい勢いで狙ってますね。ただ BKT 側も気づいてますね、スジャーに待機してますから、はい、気づいてますね。ここでスレッシュがランタンで確認、スレッシュが動いてしまいましたね。となるとさあミッド圧力はい、いきますよ、あいきますね、ルシアンがまずは削りました 1V1 でした。いやただ、いやただフレームスウルト、ウルト打ってれば分からなかったですよね、はい、いやここでえソロのルート取ったら、ただイグナイト、あヘカリムが寄ってたんですか、はい、あなるほど挟まれていたわけですね。レブランクも挟んで ITZ 布石と言ったばかりにトップは防げたら、サンディ打ち上がってからセジアリ乗るとモストコンボ CC パクパクだけで2キル、レクサイはビッグミスローがあるぞ。ザ・ルブラどのように返していく、チェインを1回2回打つが突進が間に合うか、いや間に合わない、クールダウン9は打ち上がった。さあこれで BKT 一気に盛り返した、4キルゲット、いや3キルですか、チョガス、チョガス、レクサイのブリンク、セジャニが待機してる、分かっている、さあ4キルですね、これでこの間にヘカリマはボットのセカンドタワーを折り切りましたね、したね。ただこの一連のキルによって差がちょっと縮まった感がありますね。今のセジワニのウルトからの CC チェーン非常に素晴らしい、ここで1キル取ったは大きいですよ。ここでドラゴンを取ればサードバフを抱えないこと、ただチョガスがトップなんですよね。さあどうなる、ここソーラフレアを外しているヘカリムのウルトです。スーピアからのルシアンが完全にフリーシュート、セジアにフラッシュを切って逃げることには成功してますが、ルシアン、あーいやもう間がない、マオカイこれは追撃がイージーですか、あスレッシュのフックも間に合わずミスショットになってしまいました。そしてヘカリム、いやスレッシュがいるぞ、発見した通路を塞ぐように動いている。さあウルフに逃げましたがレオナがフラッシュイン、打ち上げ逃げ切る、ヘカリマそして走って逃げ切ることに成功。ちょっとチョガスがドラゴンに寄れていなかったのが大きかったですかね。ドラゴンに寄れていればウルトで必ずこの3つ目のドラゴンバフを当たることにはならなかったと思いますからね。なおかつ集団戦のところで人数差ができた状況で当たることにはならなかったわけですから、ちょっともったいなかったですね。だから今の ITZ からすると助かったという感じがしますね。ここで3つ目のバフを得たことによってヘカリムの能力がさらに上がりますし、そしてこのままレイトゲームになったとしてもドラゴンの5つ目のバフという圧力を使って集団戦を強制することができますからね。いやー逆転の目があっただけに BKT 非常に惜しい。いやここまで無敗の BKT ですからね。
ただここまで勝っていた理由を一つ見せてくれましたね。 CC チェーンからのあの素晴らしい動きでしたからね。さあただまだ4800ゴールドスターですからまだまだわからないですよ。オブジェクトの数は33、タワーの差は一緒ですからね。ヒカリムが TP しましたよ。ヒカリムはドラゴン前にいたのにもかかわらずあのこのボットのところにあるピンクワードに TP しましたね。Why? 一応グレイブスを捕まえるためだと思うんですがホーム側のテープではなかったのでまずは捕まえらないと思うんですがちょっと不思議な動きでしたね。なんとも言えないですね、はい、そしてミッドのファーストタワー狙えないということでトップのセカンド行きましたね。ここアキレット素晴らしい動きをここで見せてくれますね。そしてミッドにはルシアンを残してるんですよね。ここはディスエンゲージをしてミッドを押し込んで降りますよね。降りましたね。あっとプレーはまたおかしいところでした。フラッシュアウトを選択してるのを調子でこのボックスやはりこのスレッシュが BKT にとって一つそうですね素晴らしい動きを見せてますね。ただミッターがインナーまで折れるルシアンがまたまたフリーですね。そしてレクサイからここもルブランク合わせてくる。この2人の相性素晴らしい。なるほど先ほどのトップのレオナの動きはミッドのセカンドタワーへの指示のところでルシアンとヘカリムに相手の間を折っとグナイトダウンです。これはダウンですね。ダウンですね。そしてここもレクサイ、レクサイ超ガスフラッシュインを使いましたがうまく避けている。ここにヘカリムグルドを打ってフィアになっているところレクサイがきっちりダンクしてルシアンが間に合った。セジェに一旦前に出てしまったがここで超ガスをついにダウン。そしてレクサイで魔王界もダウンしてチェインで逃げられない。このまま降りそうですね。いやーその ITZ と非常に強いなというのは味方を犠牲にしてオブジェクトをこれで3つ取りましたね。判断が早い。フラッグイン、スマイト、スローからのフラッシュイン打ち上げ。ここもさあフック。ただルシアンもう前に追撃。ここもチェインに当てるんですね。スキルショットの精度非常に高いですね。皆さん大丈夫ですか？お口が開いてませんか？開けざるを得ないような感じがしますがここの技術も非常に高いですしチームの意思統一もしっかり取れてますよね。トップで 3V3 でしたよね。ミッドのところはルシアンとヘカリム VS チョガスとあ違う魔王界とセジュアニといったところで魔王界セジュアニはウェーブクリアがあまりない。そしてヘカリムの強力ヘカリムが育っているルシアンも育っているといったところで CG をさせるためにレオナがトップで相手を組み付けにするためにエンゲージ。レオナは死んだもののミッドで2本折る。そしてミッドを手助けに行こうとしたところピックアップルシアンとヘカリムが参加して倒してセカンドタワーを折る流れるようなローム。そしてエンゲージ展開ですよね。そしてもうレクサイは次やるべき場所にいるんですかね。いるんですからね。さあまたチェインチョガス逃げられないか。ここはランタンもらったところただセジアニが捕まってますね。タイムによってセジアニがダウン。さあどこのいやもう好きなことやってますよ。オールブランクが好き放題です。もうボイドスタッフまで完成してますからね。26分でこれルブランクを使うプレイヤーに対してなんか毎度言ってる気がしますね。この時間なのにもうこんなに武器が揃ってますよというのを僕これで多分3回目だと思いますね。メタに合わないと言われてたじゃないですか、はい、多分その理由としては序盤の動きがその各地固まっていて序盤からこう試合を崩すことが難しくなったというのも一つ影響しているかもしれないですね。相手の動きが読めるようになったと。ですが今回相手も互いもこう情報をしっかりと得ているわけではない。自信があるのであればこう先手を取ることが重要になってくるという考えを持っているかもしれないですね。ですからそこでレクサイやルブランクが一つかなり機能しているということになっていると思いますね。セジュアニ
セジュアに渡したいですね、このジャングラーの方には。どういう動きを 見るのか見てみたいですよね。グラガストリーシンとレクサイは見ました、見たので。ただそのグラガスにしてもあまりちょっと動きは良くなかったですが、もう一度これ完全に調子を取り戻したといえる動きなわけですから、そういった動きだった時、あとウディールがちょっと僕見てみたいですね。あー確かにそうですね。ただまずはセジュアニかグラガスどちらかをもう一度見てみたいですね。さあバロンベイトもしくはバロンスタートどちらか始めそうですかね。始めませんね。始めませんか。さあ怖く見えてますよ。フックは避けた、チェイン当てている。ただルブランクだけではわからないとして、チョカスが前に出た頃きっちりレオナが掴む。そして狙いに行くのはグレイブス、先ほどフラッシュを切っているんです。さあ倒された、ヘカリムが1キル、そしてルシアンがチョコスを倒している。残りはスレッシュとセジャーニ、マオカイはトップでファームというかミニオン処理に追われているため何もできない BKT。 4キルゲット、一気に畳みかけるぞ ITZ。 いや素晴らしい、今のヘカリムのフォーカスが素晴らしいですね。一番捕まえやすかったのはチョコスだと思うんです。ですが一番脅威になっているのはグレイブスですよね。そこをしっかりと狙い撃ちましたね。集団戦のフォーカス狙いを完璧だったと思いますね。強い。さあ勝利したのは ITZ ブラジル代表となりました。いやーこれで2勝、これで3勝目、3勝1敗、はい、3勝1敗で BKT と ITZ 並びました。やはり優勝候補筆頭と言えるかもしれないですね。飛び抜けてますね、ちょっとやってることが。はい、飛び抜けてると思います。ちょっとまあため息しか出ないですもう朝方ですけれども、まあはい、まだまだね見ている方もちょっとびっくりされたんじゃないのかなというところですけど、コメントが急に増えてましたからね、はい、皆さんやはり、かなり印象に残った試合だったと思いますね。見たいかったっていうのもあるかもしれないです、はい、ブラジルの強さを、はい、さあそれではですね、まだ、今のが第5試合ですから、はい、あと6、7、8とまだ残り3試合今日はございますので、はい、一旦休憩とさせていただきます失礼いたします。